二式三座水上偵察機二式三座水上偵察機は大日本帝国海軍が試作した水上偵察機。製作は愛知の軽電機航空機部と提携していただくハインケル社が行い、後に愛知によって改修された。ハインケル社における名称は HD-28。また、ハインケル2号水上偵察機とも呼ばれる。1926年。 アイチは海軍向けに長距離用を3架水上、偵察機として1機の HD-28 をハインケル社から輸入した。HD-28 はハインケル社としても進歩的な機体で高い航続性能、耐久性、大破性を有していた。しかし、エンジンの不評や視界不良などから実用性に乏しいと判断され、海軍は1929年頃まで研究を、 行った後に、正式採用を見送った。機体は、全交換性骨組みの胴体と基金混合骨組みの主翼に、ハフバリの副容器で、膠着装置は、ソーフロート。エンジンは、ドレーヌ18-3を装備していた。なお、愛知は、三木哲夫技師を、設計事務者として1928年に、機体の小型化、エンジンの中島ジュピター8への変更。 座席や燃料タンクの移動を行った改良系を独自に設計したが、製作には至っていない。ありがとうございます。